皆さんどうも、牛蜜時の陰キャ担当、うずみびうつろです。今日は以前ピラミッドの動画で軽く触れた消化体についての都市伝説を紹介していきます。消化体は脳の中にある小さな内分泌腺で、視床下部と呼ばれる領域の中に位置しています。形状は松ぼっくりのような形をしており、英語ではパイニアルグラウンド何笑ってんねん。由来は松ぼっくりを英語でパインコーンと言い、そこから来ていると。役割としてはメラトニンというホルモンを分泌していて、メラトニンは睡眠の制御、生体リズムの調整、免疫機能のサポートなどに関与しています。この消化体は太陽光を感知して、昼と夜のサイクルに応じてメラトニンの分泌を調整していて、これにより睡眠と覚醒のリズムを調整していると。まあ僕の消化体は多分この機能働いてない。また消化体は視覚刺激の処理にも関与しているとされていて、一部の研究では消化体が光の情報を受け取り、視床下部や他の脳領域へ伝える役割を果たしている可能性が示唆されています。この消化体は脳の中央部分にあり、実は過去の人間たちも不思議な力があると考えていたようです。哲学者のルネ・デカルトは、この世界には物質と精神という根本的に異なる2つの実体があると考えていて、これを実体二元論と言います。これは肉体や物質といった物理的なものと、魂や精神、また意識など能動性を持った心的実体があると言われています。この精神と物質が相互作用する場所が消化体であると。消化体に関してはデカルトは魂の在りかと呼んでいて、都市伝説界隈では第三の目、サードアイとも呼ばれています。この消化体が活性化すると、テレパシーや千里眼、予知夢など超能力を使えるようになると。使いてー。またこういった神秘性が関連していることもあるのか、世界中でこの松ぼっくりがいろいろな場所で見られることがあります。何言ってんのって感じだと思いますが、思ったよりあるので、とりあえず何個か紹介していきますね。松ぼっくりの伏線回収です。例えばバチカンピーニャの中庭にあるこのオブジェクト、わー、完全に松ぼっくり。またローマ教皇の杖についていたり、あの人類の起源って知られるアヌンナキも手に持ってポージングしています。こんなにも別の場所で松ぼっくりが見られるのは、やはり何かしらのつながりや関連があるのでしょうか。しかし現代の人間はこの消化体が成人になるにつれ、さまざまな理由により石灰化してしまい、本来の力を発揮できておらず、現代病でうつ病などの精神疾患が多いのも消化体が機能していないからだという説があります。この消化体の石灰化の原因と言われているのが、歯磨き粉などに含まれるフッ素や食品添加物、アルコール、カフェインなどと言われていて、でもまあ正直調べたけどあんまり有力な情報はなかったですね。一応フッ素が危険と言われている理由としては、考えられるのがフッ素自体が化学反応を起こしやすい性質があることや、1991年にアメリカ合衆国食品医薬品局 FDA がフッ素入り歯磨き粉を毒物と認定したみたいで、そういった動きもあって危険視されているようでした。危険性だけ訴えるのはちょっと公正じゃないと思うので、補足すると、歯磨き粉に含まれているフッ素の多くはフッ化ナトリウムというもので、これが歯のエナメル質と反応してフルオロアパタイトというもので歯をコーティングしてくれて、それが酸に強く虫歯を予防してくれるみたいです。でもまあ取りすぎは良くないと言われています。取りすぎが良くないのは全部の成分共通で言えることですからね。取りやすそう。続いて石灰化を防ぐ方法としては、食事だとナッツ類や果物を摂取したり、他には朝日光を浴びたり、瞑想するなどが挙げられています。日光浴に関しては最初に触れた消化体の機能的にもマッチしていますし、瞑想も未来や過去ではなく現在今に集中することができるので、精神的な意味でも大事ですよね。どうですか皆さん、消化体についてざっくり話してきましたけども、やっぱ松ぼっくりがモニュメントになってるのは不思議ですよね。単純に子供の頃松ぼっくり投げたり勢い余って食べ、皆さんはこの消化体の神秘性についてどう思いますか？ぜひコメントください。今回は短い動画になってしまったので物足りなかったかと思いますが、少し長めの動画もこれから投稿していく予定なので楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。